Still over here. Street Fighter. TGS 2022カプコンオンラインプログラムへようこそ。本番組ではカプコンの最新タイトルの情報をお届けしていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずはこちらのタイトルです。Sunrise. これよりモンスターハンターライズサンブレイク無料タイトルアップデート第2弾バージョン12の最新情報をお届けいたします。まずはこちらの最新のプロモーション映像をご覧ください。I didn't know what to say for it, boss, I heard that much. Not really my thing, to be honest. Windows not being captured. Hold on. 無料タイトルアップデート第2弾バージョン12は9月29日木曜日に配信が決定しました。I'll just do a screen capture actually.
ここからはアップデートの詳しい内容をお伝えしていきます。最後までお楽しみください。 The monsters, okay. まずは新モンスターの千古竜玉三つ希少種をご紹介します。 Pretty cool. 自身の分泌する活液を利用して滑るように動き、ガスを詰めた泡を操ってターゲットを追い詰めます。普段はひょうひょうとした動きで余裕を見せていますが、ターゲットを本気で排除すると決めれば、その身に炎をまとい、苛烈な動きで周辺一帯を炎の海へと変えます。そしてモンスターハンターフロンティアから復活する極砂竜エスピナス亜種が登場します。通常種のエスピナスよりもさらに攻撃的な個体で、最大の特徴は全身の力を貯めた後に放たれるブレス。その威力はハンターを一撃で力尽きさせるほどであると言われています。キュリアとの共生の果て、怪異化を克服した古竜の出現が確認されました。怪異克服した古竜大名槌は新たなアクションや形態を用いてハンターに対してより凄まじい攻撃を仕掛けてきます。強力な古竜の討伐にぜひ挑戦してください。タマミツネ希少種とエスピナス亜種はマスターランク10以上、怪異克服大名槌はマスターランク110以上でクエストが解放されます。その素材から作り出される新たな武器や防具のほか、新スキルにもご期待ください。バージョン12以降の怪異調査クエスト関連のアップデート内容を簡単にご紹介します。怪異クエストの EX 星6が解放され、ゴアマガラやエスピナスなどの怪異化モンスターが追加になります。怪異等級クエストのレベル上限が120に引き上げられ、より緊張感のあるモンスターとの駆け引きを楽しんでいただけます。解放されたレベルでは新しい怪異素材が手に入ります。それらを使えば武器の怪異スロットを拡張することができるようになり、新たな強化項目も追加されます。 Care too much for Monster Hunter, like I said. 今回から重ね着武器の新システムが実装されます。武器の見た目を重ね着できるようになり、バージョン12までのほぼ全ての武器が重ね着武器として登場します。お気に入りの組み合わせで狩猟に挑んでください。今後も新たな有料ダウンロードコンテンツを続々追加していきます。好評のなりきり重ね着装備のほか、先ほどご紹介させていただきました重ね着武器、その他にも重ね着装備、ジェスチャー、ポーズ、髪型、スタンプなどを取り揃えています。またイベントクエストも毎週配信中です。その他アップデートの概要は SNS や公式ウェブサイトでの公開を予定していますので、情報更新をお待ちください。モンスターハンターライズサンブレイクバージョン12は9月29日木曜日に配信となります。続くバージョン13は11月下旬のアップデートを予定しており、2023年も引き続きアップデートを予定しています。今後もモンスターハンターライズサンブレイクの情報にご期待ください。続いてはバイオハザードシリーズの最新情報をお届けします。 This is I'm excited for. 皆さんこんにちは、バイオハザードビレッジプロデューサーの神田です。2021年5月に発売されたバイオハザードビレッジ、邪悪と狂気に満ちる村を舞台に主人公イーサン・ウィンターズの結縮を描いた本作は全世界650万本を突破する大ヒットとなりました。ありがとうございます。そんなビレッジをさらに楽しめる3つのコンテンツが収録されたウィンターズエキスパンション、そして本編とセットになったバイオハザードビレッジゴールドエディションが
いよいよ来月発売されます。まずは最新のゲームプレイ映像をご覧ください。Look pretty fun. 追加 DLC 1つ目のコンテンツはファンからの要望が多かったサードパーソンモード。ビレッジのメインストーリーを三人称視点で楽しむことができます。一人称視点では見えなかったイーサンの動きをたっぷり見ることはもちろん、三人称視点ならではの恐怖も感じることができます。戦闘はオリジナル以上にシリーズファンには馴染みやすいプレイフィール。過去作 RE2 や RE3 で楽しめるガンアクションに加え、ガードや蹴り返しといったビレッジならではのアクション、限られたリソースをうまく使いこなして死に物狂いの状況から生き延びましょう。続いては新シナリオ、シャドウズ・オブ・ローズ。こちらも三人称視点でプレイできます。本編の16年後、イーサンの娘、成長したローズのサバイバルが描かれます。舞台となる意識の世界は、恐ろしくも異様な非現実。さまざまな異形たちがローズの正気を求め迫ってきます。この世界ではたった一度のダメージが命取りになります。秘められた力に悩むローズ、しかしこの世界ではその力が大きな助けになります。力で敵の動きを止めて急所をめがけていち早く打ち倒す、この生死を分かつ緊張感をぜひご体験ください。3つ目のコンテンツは進化したザ・マーセナリーズ・アディショナル・オーダーズ。ハイテンポなゲームプレイが楽しめるザ・マーセナリーズに追加ステージ、追加プレイアブルキャラクターが参戦し、さらに重厚なプレイボリュームのゲームモードへと進化。ドミトレスクやハイゼンベルクといった個性的な追加キャラクターがシリーズでも異彩を放つアクションを繰り広げます。今回ご紹介した追加 DLC ウィンターズエクスパンション、本編と追加 DLC のセット、バイオハザードビレッジゴールドエディションは10月28日発売予定。限定特典として追加シナリオシャドウズ・オブ・ローズで使用できるローズの衣装、ストリート・ウルフ・アウトフィットをプレゼント。ぜひご予約ください。さらにバイオハザードビレッジが新しいプラットフォームにも登場します。こちらの MacBook Pro でも遊べるようになります。 Mac で遊べるバイオハザードビレッジが2022年発売。 Apple シリコンに対応したことで繊細なグラフィックをパワフルに表現することができました。 MacBook だけでなくM1 チップや M2 チップを搭載した全ての Mac でプレイ可能です。対応機種は公式サイトをご覧ください。私たちはより多くの方々にバイオハザードシリーズを楽しんでいただきたいと思っています。そこで今回 Nintendo Switch クラウドバージョンの配信が決定いたしました。 Nintendo Switch で発売予定のバイオハザードビレッジクラウド。バイオハザードビレッジがインターネットに接続しながら遊ぶクラウドバージョンで登場。今までビレッジのプレイ環境がなかったゲームファンも遊べるようになりました。発売日は2022年10月28日。今回ご紹介した追加コンテンツウィンターズエクスパンションは12月2日配信予定です。クラウドバージョンの動作を確認できる体験版も配信中です。任天堂スイッチでのクラウドバージョンはバイオハザード7、バイオハザード RE2、バイオハザード RE3 も配信予定。バイオハザード7のクラウドバージョンは無期限プレイ版として装いを新たに登場です。I'm all on PC, so doesn't matter to me.ここまでご紹介してきた
バイオハザードビレッジですが、東京ゲームショー2022カプコンブースにてプレイステーション VR2 版のプレイアブルを出展中です。究極の没入感が体感できますので、ご来場の方はぜひカプコンブースまでお越しください。続いては来年発売予定のこちらのタイトルからメッセージが届いています。 Yes. どうぞ。 Resident Evil 4。 皆さんこんにちは、カプコンの平林です。バイオハザード RE4 を発表させてもらって、多くの皆さんからの反響をいただいております。本当にありがとうございます。本日皆さんにお伝えしたいことがありまして、お時間をいただきました。バイオハザード RE4 はプレイステーション5をはじめ最新世代機に合わせて開発を進めておりますが、現行世代機での検討も続けておりました。この度この場をお借りしてなるんですけれども、本作がプレイステーション4へ対応することをお伝えしたいと思います。加えましてバイオハザード RE4 の最新情報なんですけれども、来月にバイオハザードショーケースをお届けすることになりました。そちらでたっぷりと本作の最新情報と魅力の方をお伝えできればと思います。それでは皆さん、バイオハザードショーケースでお会いしましょう。 Cool. Resident Evil Showcase. ここからはカプコンが送る新作アクションタイトルエグゾプライマルの最新情報です。こんにちは、エグゾプライマルディレクターの平岡です。まずはこちらの映像をご覧ください。スペースタイムディストーションズ、There's the puking out dinosaurs all over the planet. So, Vicatoa Island's been sealed up for 3 years, and Ibeus won't own up to Leviathan's malfunction? Can you address the reports of exofighter patrols on the island? Reports of exofighter patrols are simply untrue. Ibeus is committing all possible resources to the investigation. Exercise results logged. Sunsetting temporal instance. Come on back. Drinks on me. There are hundreds of exo fighters running around out there. Everyone's armed, and nobody knows what'll happen next. 1 minute, they could be helping you. The next minute, they're shooting you in the back. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Leviathan. It's trying to build stronger exo suits, so it's pulling any exo fighter in your hold back in time for these bloody war games. Like it or not, the exo suit's keeping is alive out there. But the more we use it, the more it helps Leviathan. Well, that's not an option. One way or another. Valued team members, prepare for dimensional integration in 10 minutes. You stay alive, man. Only you. If you give an AI like Leviathan the directive, improve our exosuits, it has to complete. It doesn't matter whether that takes 100 tries, a million, all for the perfect suit. More than that. But at least do me the courtesy of looking me in the face whilst you do it. Okay, pinky forefinger, back to middle, full wrist articulation. Then we do it in reverse. Begin. What the hell are you guys doing? It's a secret robot handshake. Good morning, Victoria. いかがでしたでしょうか。エグゾプライマルはカプコンが制作するオンライン専用のチーム対戦型マッシブアクションです。今ご覧いただいた映像に含まれる最新情報をもう少し詳しく紹介させていただきます。本作の舞台は西暦2040年、突如出現する恐竜の群れによって町や人々が襲撃される恐竜災害が発生する世界で、プレイヤーはアイビウス社に所属するエグゾスーツパイロットになることを決意します。そして2043年、主人公たちが乗るキャリアがビキター島周辺を紹介中に巨大なボルデックスに巻き込まれ、
島に不時着するところから物語が大きく動き始めます。アイビュー社の AI リバヤさんによって繰り返されるウォーゲーム、時空を超えて現れる恐竜、そしてエグゾファイター同士の戦闘、プレイヤーはそのウォーゲームに巻き込まれ、生き残りをかけてリバヤさんの提示する幾多のミッションに挑むことになります。世界の謎に迫る物語はディノサバイバルを遊ぶことで徐々に解き明かされていきます。ここからは物語に深く関わる登場人物たちを紹介します。まずは主人公、仲間たちからはエースという愛称で呼ばれています。プレイヤーの分身でありキャラクターメイキングで外見をカスタマイズ可能です。主人公が所属する部隊ハンマーヘッズのメンバーも見てみましょう。部隊のリーダー的存在で一流のスーツ整備士ロレンゾ、クルーからはチーフと呼ばれています。続いては右腕が義手の技術士アルダーズ、そしてもう一人のエグゾスーツパイロットマジェスティ、最後はエグゾファイター部隊に配置されるサポート役のアンドロイドサンディです。この4人と一体が出会う物語のキーパーソンも紹介します。ビクトア島の状況やウォーゲームの生き残り方を教えてくれるエグゾスーツパイロットのマグナム、もう一人はウォッチャーを従えているかのような謎の人物ダーバンです。果たして彼らはどのように関わってくるのでしょうか。そして今回の映像でも新たなエグゾスーツが登場しました。キリ一文字という刀を武器に武者のような姿をした村雨、ロールはタンクです。混合召喚で全方位からの攻撃をガードしつつカウンターを繰り出して敵を排除します。カウンターを発動すると打折状態になり一時的に戦闘能力が強化されます。もう一体は魔法使いのように空を飛びエーテルダンスによる攻撃と回復を行うスカイウェーブ、ロールはサポートです。敵の視界を妨害するオプティクスジャマーは恐竜だけでなく敵チームのエグゾスーツに対しても有効です。重力で敵を吸い寄せたり範囲内の敵の動きを停止させたりと敵の妨害をすることでチームをサポートします。さらにエグゾスーツに装着できるリグとして新たにブレードが登場しました。電磁手裏剣を投げヒットした敵を一時的に麻痺させ隙を作ることができます。もちろん忘れてはいけないのが彼らです。今回の映像で新たに登場した恐竜は襟巻きのような外見の特徴を持つディロフォサウルス、遠距離から毒を吐きダメージを与えるだけでなくその毒によってフィールドの視界が悪くなり戦闘が困難になります。カルノタウルスは大きな体を持ちますが動きの素早い恐竜です。強力な突進や突き上げでプレイヤーを苦しめます。最後は体育や能力が異常化した恐竜の変異体ネオソウのネオティラノサウルスです。圧倒的な攻撃力を持つ個体となっています。エグゾスーツ、リグ、恐竜はこの他にも存在しますので今後の発表をお待ちください。さてここからはエグゾスーツのカスタマイズについて説明させていただきます。ハンマーヘッズのキャリアにはハンガーがあり、そこではスーツスキンやウェポンスキン、デカールやチャームなど見た目を変更するスーツカスタマイズ、エモートやスタンプをセットできるコミュニケーションホイール、スーツの耐久力を強化したり武器のリロード速度を上げたり、さらにはスーツごとのアクティブスキルの性能を変化させるモジュールなどといったさまざまなカスタマイズが可能です。カスタマイズに使用できるアイテムやモジュールはディノサバイバルをプレイして経験値を入手し、プレイヤーレベルやスーツレベルを上げるなど入手方法はさまざまですが、ゲームを遊べば遊ぶほど手に入っていきます。例えばこのような見た目のスーツやエモートも可能です。カスタマイズに使用できるアイテムやモジュールはとても多くの種類を用意していますので、自分好みのエグゾスーツを作る楽しさも体験いただけます。本作の発売は2023年となります。発売に向けて鋭意制作中です。楽しみにお待ちください。お次はロックマンエグゼアドバンスドコレクションの最新情報をお届けします。今でも僕らはつながっている。今なお多くのファンに愛されているロックマンエグゼシリーズ、そのナンバリング10作品が
任天堂スイッチ、プレイステーション4、スチームによみがえる。ロックマンエグゼアドバンスドコレクション2023年発売。アドバンスドコレクションでの追加機能として、ソフトな描画に切り替え可能な高画質化フィルターの搭載や、ギャラリーモードには合計1000点以上のイラストと188曲のゲーム内 BGM を楽しめるミュージックプレイヤーを収録。さらに、I'll be your navvy while you play. Let's do this thing. ペット画面を再現したタイトル選択画面では、3D のロックマンがボイス付きでナビゲートを担当。プレイ状況や操作に応じて様々なリアクションが返ってきます。そして本作のディレクターを務めるあの江口名人よりコメントが届いております。バトルオペレーションセットイン。皆さんお久しぶりです。名人です。TGS の舞台にロックマンエグゼが帰ってきました。ロックマンエグゼアドバンスドコレクション、エグゼ6から数えて約17年、こうして再び皆さんにエグゼ情報を発信できることをとても嬉しく思います。さてアドバンスドコレクション発表からしばらく経ちますが、 SNS や動画サイトでの盛り上がりを見て開発スタッフ一同とてもモチベーションが上がっています。ところで皆さん、めっちゃ気になっていることありますよね。そう、通信機能について。安心してください。今でも僕らはつながっている。各シリーズオンラインでの通信対戦やチップトレードなどの通信機能を現在制作中です。今作でも皆さんをつなげていきますよ。本当は綺麗に修繕してもらった白衣の話なんかもしたいのですが、今回お伝えできるのはここまで。その他詳細は今後発表される続報をお待ちください。それでは名人でした。江口名人ありがとうございました。本作では初代ロックマンエグゼからロックマンエグゼ6までのバージョン違いを含めた10作品を収録したお得なアドバンストコレクションに加えて、収録コンテンツを2つに分けたボリューム1とボリューム2もそれぞれ配信予定です。商品の詳細や今後の続報については公式サイトやロックマンシリーズ公式ツイッターよりご確認ください。Extent. Does that work? Hey, man. それでは本日ご紹介する最後のタイトル、ストリートファイター6の最新情報をお届けします。皆さんこんにちは。ストリートファイター6ディレクターの中山です。6月に発表させていただいたストリートファイター6ですが、多くの反響をいただきありがとうございます。本日は最新情報をお届けいたします。まずは映像をご覧ください。どうぞ。Let's see if I can find the Bandai Namco one after this. Keep coming! Keep coming! Keep coming! Oh, hey, stop! Watch out! You can... I mean... Safety first, bud. You my new recruit? Yeah, gotta say, you're photogenic. Again, you can call me Luke. We're just coach. Just see. Kyoka! Hadouken! Spinning bird kick! Kind of funny. Spinning bird kick. We can have like any moveset you want. Kind of neat. Plus you probably have to learn moves from like the other characters. This will have to move at least. Banka. Honda. Shall we begin? Baka. Get into the ring. Honda. Don't expect me to be a pushover. This looks like a lot of fun.
there were two different Pokemon ones. I'm actually kind of happy with that. Like, it looks more modern, but it kind of keeps the classic going. And I bet, like, the DLC behind that classic outfit looks like that. I do like Ken's new outfit though. Oh. They're like a sports mode in it now. I'll have cool, like, style like Mega Man the background there. Be cool. Pretty excited for this, actually. Looks really good. We fun. A guy in the game has like Street Fighter 2 arcade in it as well. And like a little bonus thing. I wouldn't be surprised about that. Street Fighter 6. It looks really good. Scrap Heap. Ready. Start. Scrap Heap. Oh. Yeah. I get it. いかがでしたでしょうか。ストリートファイター6ではワールドツアー、ファイティンググラウンド、バトルハブ、3つのメインモードを用意しています。まずはファイティンググラウンドの情報をお届けします。ストリートファイター6に参戦する新たな4人のキャラクターをご覧いただきました。どうした、もう良いのか。まずはヨーガの達人ダルシムです。本作でも長いリーチと炎の技を操り、トリッキーに攻めるキャラクターです。胸元のアクセサリーや衣装などが新しいデザインになっています。気合十分で壊す。次に熱血力士ヘドモンの本田です。豪快な力技と突進力を武器に戦います。メトロシティに相撲とちゃんこ鍋を楽しめる店、相撲茶屋エドモンをオープンさせたようです。続いて優しい大自然の戦士ブランカも登場します。アマゾンでツアーガイドをしている彼も新たな衣装が用意されました。空中から襲いかかるエリアルローディングが追加され、ブランカちゃん人形を使った技も用意されています。どうした、来るんじゃないのか。最後に竜のライバル剣が登場です。見た目に大きな変化がある剣ですが、どういったストーリーがあるのでしょうか。ほらよ、バリエーション豊かな人雷脚や飛び上がって鋭い蹴りを放つ劉備脚等、新たな必殺技も習得し、戦いの幅が広がっています。ストリートファイター6では新しいキャラクターやシリーズおなじみのキャラクターにもたくさんの新しい遊びの要素を盛り込んでいます。ぜひご期待ください。続いて映像の中でちょっと気になるバトルの場面があったかと思います。これはエクストリームバトルという新たな対戦コンテンツです。勝敗を決めるルールと対戦中に登場するギミックを組み合わせて戦うことができます。先に相手を5回ダウンさせるルールに、攻撃を当てるとバウンドする爆弾のギミックを選択して戦うなどですね、ユニークなルールでの対戦となりますので、いつもとは違った体験ができるかと思います。
この他にもファイティンググラウンドには様々なモードを用意してあります。お楽しみに。次は自動実況機能に関する新情報です。今回日本語実況にこの方たちに参戦いただきました。映像をご覧ください。実況キャスターの平岩です。よろしくお願いします。なんと開幕ドライブインパクトが噛み合いました。技を振らせて見事なパニッシュカウンター。オーバードライブアーツで火力を上げていきます。バーンアウト状態、ドライブはできない。ここは後ろに下がって In game or just like special group video? まさかのジャスコを決めていく。勝負を決めるか。地獄の一戦勝利しました。またとない素晴らしい一戦でした。人間界の決闘というものを見せてもらおう。全身全霊で戦うがよい。 I kind of love it. 今のは見えていたんだろうね。もっと我が輩を満足させてみろ。いいのが入った。地獄の沙汰ほど面白い。これは熱いぞ。いやー見事、これが相撲だっていうのがガンガン伝わってきた。今後の戦いも楽しみです。ではまた会おう。実況者に e スポーツキャスターとして知られる平岩康介さんに参戦いただきました。分かりやすく丁寧な実況で試合が盛り上がること間違いなしです。そして解説者にデーモン閣下に参戦いただきました。300年以上大相撲を観戦されてきた大ベテランです。閣下もプレイヤーの皆さんの試合を盛り上げてくれます。ストリートファイター6ではバラエティ豊かな方たちに参戦していただけるよう心がけて制作しているので、今後の発表も楽しみにお待ちください。続いてはワールドツアーになります。プレイヤーの分身となる主人公は様々な師匠に出会い、ストリートファイトを通じて強くなっていきます。どんな師匠から何を学ぶのか、この世界で自分のストーリーを楽しむことができます。自分の分身となるキャラクターは様々なカプコンタイトルの開発経験で培った技術を盛り込んだエディット機能を使用して作成します。ここで少し実際のキャラクターメイキングを見てみましょう。身長や体型だけでなく筋肉量やシワ、細かなところまでこだわりキャラクターメイキングをすることができます。作り出したキャラクターはショップで衣装やアクセサリーを購入し装備することで、よりプレイヤーの個性を発揮できます。見た目はもちろん、装備をすることでキャラクターの性能に変化があります。この街で始めるならストリートからだ。ルークも言っている通り、ワールドツアーではこの世界の住人とファイトすることが可能です。さまざまなロケーションで即座にバトルが可能となり、戦いを見ようとギャラリーも集まってきます。1対1や1対多数などバラエティに富んだバトルもあります。主人公は師匠に入門することができ、師匠のバトルスタイルを学ぶことで技やマスターアクションを習得することができます。もちろんファイトでも使用できますが、街を移動するとき、探索するときにもその技は頼りになることでしょう。いかがでしょうか。世界を旅するストーリーに加え、新たなアイテムの入手やカスタマイズなど、ワールドツアーはストリートファイターの世界に入り込んで、ストリートファイターの世界を体感できる全く新しいモードとなります。続いてはバトルハブをご紹介します。ワールドツアーで作成したアバターを使い、全世界のファイターたちとつながりながら様々な遊びとコミュニケーションを楽しめる場になります。
対戦筐体に座ることですぐに気軽にバトルハブマッチを楽しむことができます。まるでゲームセンターに来たかのような体験があります。バトルハブ内でトーナメントに参加することも可能です。ショップでは様々なアイテムを用意しています。アバターをカスタマイズして楽しみましょう。ゲームセンターのゲーム筐体では懐かしのタイトルも遊ぶことができます。どんなタイトルが遊べるのか楽しみにお待ちください。DJ ブースで会場を盛り上げたり、フォトスポットで写真を撮ったりすることも可能です。たくさんの遊びの要素を盛り込んでいます。バトルハブという空間は皆さんが毎日訪れたくなるような場所として開発を進めております。楽しみにしていてください。最後にこちらの映像をご覧ください。I like first strike music. Like a butterfly, I'm floating like the ocean. Battle cries of music to my ears, I'm the composer. Y'all can never hurt me, got you wilting like your roses. Ooh, closed beta. お待たせいたしました。ストリートファイター6のクローズドベータテストの実施が決定しました。こちらの期間内にご参加いただけます。本日紹介したバトルハブを体験することができます。参加人数に限りがございますので、ぜひスケジュールやお申し込みの詳細をストリートファイター6の公式サイトでご確認ください。皆さんいかがでしたでしょうか。今後も公式サイトやツイッターでストリートファイター6の最新情報を公開予定です。さらに日本時間明日9月16日金曜日24時より特別番組ストリートファイター6スペシャルプログラムを放送いたします。ここでは語りきれなかったより詳しい情報をお伝えしますので、お見逃しなく。引き続きストリートファイター6をよろしくお願いいたします。最新情報いかがでしたでしょうか。ここからはカプコンの各種情報をお届けするコーナーです。まずは e スポーツの情報です。こちらの映像をご覧ください。続いては人気タイトルがお求めやすい価格になったセールのご紹介です。東京ゲームショー2022の開催を記念して、カプコンの人気タイトルが期間限定でセール実施中です。モンスターハンターライズサンブレイクが初セールとなって登場。モンスターハンターライズも合わせてセール中ですので、この機会をお見逃しなく。バイオハザードビレッジやカプコンファイティングコレクションなど、プレイの機会を逃していたタイトルがないか、ぜひチェックしてみてください。日本時間明日9月16日金曜日24時より特別番組ストリートファイター6スペシャルプログラムを放送いたします。ここで語りきれなかったより詳しい情報をお伝えしますので、お見逃しなく。そして最後に、任天堂スイッチクラウドバージョンでの配信が決定したバイオハザードシリーズ4作品の紹介映像をご覧ください。
本日の情報は以上となります。今後もカプコンの最新タイトルの情報にご期待ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。Back. See here. Get the full Street Fighter 6 presentation. I'll check that out. みなさんこんにちは。ストリートファイター6ディレクターの中山です。6月に発表させていただいたストリートファイター6ですが、多くの反響をいただきありがとうございます。本日は最新情報をお届けいたします。まずは映像をご覧ください。どうぞ。Oh.Where are we? Watch that one. They were talking about later time, so. 8 a.m. tomorrow, I think. Yeah. Today is Thursday here, so. Alright, not sure what else to do now.I need to go get some breakfast. Let's see here. Schedule.All right, so watch Capcom. Next one I would probably be interested in is Koei Tecmo Games, and all the way down to the next Capcom one. I'll have to stay up for that. Look up for times here.19 o'clock. It's 3 a.m. So I can skip all the.D3 donuts and all that. I'll see what happens. You gotta get ready for real job. See you guys later.